スプリングボードは iOS においてホーム画面及びそれに付随した機能を管理するソフトウェアである。その他の機能として Windows サーバーの開始、アプリケーションの起動、いくつかのデバイスの設定などが含まれる。2008年 Apple のリリースした iPhoneOS 1 1 3と January ア,アップパックのアップデートによりスプリングボードにある変更がなされた。この変更により ホームスクリーン上のアイコンのいずれかに指を置き、数秒ホールドすると、アイコンが震え、ユーザーは、アイコンの配列を変更したり、ウェブクリップを削除したり、また、ページの端までアイコンをドラッグすることで、ホーム画面にページを追加したりできるようになった。そして、ホームボタンを押すとアイコンは震えるのをやめ、再度タップにより開ける状態になる。 このアイコン再配列の仕組みは2019年リリースの iOS13 でもほぼその仕様を変えることなく継続されている。2008年7月 iPhoneOS2.0 のアップデートとともにサードパーティー製アプリケーションが解禁された。これらのアップストアからインストールされたアプリケーションはこの伝統的なプルプルモードとも呼ぶべき再配列の方法により配置の変更。 削除が行えるようになっている。2009年6月、iPhoneOS 3.0によりスポットライト検索の機能がスプリングボードに追加された。これにより、ユーザーは iPhone にインストールされたアプリケーションや、その他のファイルを検索できるようになった。2010年6月、iPhoneOS 改め iOS 4.0により、ホームスクリーンの壁紙とフォルダ機能が追加された。 このリリースまでスプリングボードではロックスクリーンには壁紙を設定できたもののホームスクリーンでは壁紙を設定することができなかったホルダ機能は先日のプルプルモードにおいてあるアプリケーションアイコンを他のアイコンの上にドラッグすることでその2つのアイコンを含むフォルダを作成できる作成されたフォルダアイコンの上にさらに追加したいアイコンを重ねることで ホルダに入れることができる。ホルダからアイコンを出す場合は、プルプルモードでアイコンをホルダの外へドラッグする。すべてのアイコンをホルダから出すとホルダは自動的に消える。2016年6月に公開された iOS10 のベータ版からは、ミュージック、メール、計算機、天気、株価、連絡先、ポッドキャスト、ビデオ、ヒント、ボイスメモ、メモ、iTunes ストア、 カレンダー、ホーム、アップルブックス、コンパス、リマインダー、フェイスタイム、ウォッチ、ファイル、マップ、探すといったプリインストールアプリの一部をホームスクリーンから取り除くことが可能になった。取り除いたアプリケーション及びその付随機能は使用できなくなる。再度使用したい場合は、アップストアからダウンロードするという形をとっている。ホームスクリーンから取り除く。 アップストアからダウンロードするという形をとっているという表現の通り、ホームスクリーンから削除されたプリインストールアプリは実際にはデバイス上から削除されているわけではなく、あくまで非表示の状態になっているに過ぎない。アップストアから再ダウンロードするように見えるのは内部的に再表示の処理を行っているだけである。2019年9月に公開された iOS13 では、 アイコンを長押しした際の動作が変わりメニューが表示されるようになった。そこでホーム画面を編集を押すことでアプリの並べ替えが可能となる。2020年6月に発表された iOS14 でホーム画面にウィジェットを表示でき、またアップライブラリーという機能を利用することでホーム画面上からアプリを隠すことができる。このウィジェット機能には Apple 独自の スマートスタックという機能があり、時間帯やユーザーの利用状況に合わせて自動で切り替わる。研究によると多くのユーザーはスプリングボードにおいてアイコンを使用頻度、アプリケーション同士の関連性、操作性、そして美学に基づいて配列していることが明らかになっている。ありがとうございます。